どうした？やはりかすかに顔を寄せねばわからぬほどだが。なんだ？流飲のよどみ、その兆しが出ておるのやもしれません。よどみとは我が師道元より聞いたことがあります。流飲の力は死を重ねることでよどんでいく。よどみはたまれば必ず溢れるでしょう。溢れればどうなる？病が振りまかれるとか。杞憂ならばよいのですが、もし返事あれば。ああ、お主のもとへ行こう。うん、うん、変わったことがあったのですか？ああ。どのような？俺はひとたび死んだ。だが巫女様の声が聞こえ、気づけば再び生きていた。ひとたび死に、今再び生きている。ならばそれは快晴でしょう。快晴。九郎様の流飲の巫女の力と言われています。快晴の力を与えられた者は死してなおよみがえる。幾たびでも。バカな。はい、おかしなことです。ですが現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。快晴の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。狼殿、よく参られました。おや、何やら。ああ、仏にそう、うん、なら仏。ベラベラと喋りすぎちまった。まあ仏様に鈴をすんでな。わしが掘るほどこうお前さんもそれではまた。が上がっておる。刑部様か。ああ、まさに鬼刑部。あのお方がおれば芦名もまだまだ安泰よ。木陰、かわいそうなオラの馬子よ。やつら、爆竹なんぞで脅かしよって。死んじまった。死んじまったよ。ひとたびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を流因の力を利用するというのですか。いかに力を得るとて、痛みも恐れも忘れ戦い続けるなど、私は人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常のすべては芦名は守れぬのだ。私は健一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか未だわからぬのです。あれから随分経つ。待ったとて無駄なことだ。は行分正隆なり。相手は死ぬるぞ。コッパー！目覚めたようじゃな。いいんがよの。なかなかに死にきれぬようじゃ。どうした？理由がよ。よどみのあふれで振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。何だと？わしのことなら心配いらぬ。あいにくとまともじゃないんでな。じゃが喋るのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。仏師殿には会われましたか？ああ、俺は。はい、我が師道元より聞いたことがあります。龍院は開成の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがてよどみがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を竜害と呼ぶと知りながら、それを止められなかったは私の不明です。すみません。その竜害を治す術はわかりません。ですが突き止めねば。まずは師の残した記録を当たってみます。頼む。では、狼殿、開成の力は九郎様の龍院の巫女の力と言われています。開成の力を与えられた者は幾度でもまた変わったこと。開成の力がではそこもそれが仕事。このボン。まだまだ。まだまだ。良き立ち合いだった。また底本の技。いかがかね。供よ。さよ。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。死者があるところ、また供養衆あり。どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにのう。